こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、今日はですね、臨月に入って超音波エコーの、診察、エコー診断を全くしてくれない病院なんですけども、これは必要じゃないの、臨月のエコーなんでやらへんのという質問にお答えしたいと思います。頑張らんで適当で、チャンネル登録よろしくね。新着動画の通知が届くよ。久子さん、こんばんは。はい、こんばんは。36週に入った初産婦です。今週から検診が1週間ごとになり、毎回モニターをつけるのですが、私の産婦人科では内診がありません。モニターでお腹が張ってなくて赤ちゃんが生まれる気配がないから内診をしないのか、それとも内診をもともとしないのかもよくわかりません。母親にも臨月に入ったら毎回の検診で内診したいのはおかしいのではないかと言われていますが、先生に聞くタイミングがなく、まだ生まれないからだと思っていますが、もやもやしています。ぜひ詳しく教えていただきたいです。よろしくお願いします、ということですね。ごめんね、最初に私エコーと間違えた。まあ、エコーもやらない病院いっぱいありますよ。もう臨月になったらエコーも内診もやりませんね。やるのが当たり前やと思ってるかもしれんけど、いりません、別にどっちも。まずエコーで言うとですね、エコーっていうのは妊娠初期、そして中期、そして後期、まあ34週ぐらいまでは必要なんだけど、そっから以降は超音波エコーで何か分かるかって言ったら、別に何ももう評価するもんないんですね。もう34週ぐらいまでの間に評価しなあかんものは全部評価しきってるから、もうこれ臨月入ってエコーやったところで、まあ一応推定体重出して、赤ちゃんまた体重増えてるねっていうぐらいで、それなんかサービス業みたいなもんかな、そんな感じになってくるので、エコーは全くもう必要がなくなる。でも画面にフレームアウトします、赤ちゃん大きすぎて。全部測ろうにも、もうこの辺からこの辺かな、もう全部入りきらへんから、だいたいこのぐらいみたいな、そんなアバウトなことで計測するっていうぐらいの話でね、大事なところっていうのはもう全部見てきてるから、もう今更分かることは別にないから、エコーはもう病院によってはもう一切やりません、臨月は。内診はこれは何のためにするかっていうと、37週未満、35週ぐらいまではその子宮頸管の長さとかをチェックしないといけないんですよ。早産兆候がないかなとかね、子宮口が開いてきてないかな、その時期に開いたら大変でしょ。ゴーっていきなり何の症状もないのいきなり子宮口バーッ開いてきたら、そこから破水でもしたらもう早産になったら大変じゃないですか。35週6週までは、臨月入って36週は一応まあ正規産37週以降やから、36週でお産だったら一応定義上は早産っていう診断名にはなるけども、でも36週入ったらもう赤ちゃんの肺の機能とかね、内臓機能はもう完璧にもう新生児相当40週相当の子と同じぐらい成熟してるから、もしそこでまあお産になったところで赤ちゃん保育器入ったりとかっていうことはまずないと思います、臨月入っとったらね。だからまあ生まれてきてもまあいいわけですよ。いきなり子宮口が開いたところで経管が短くなってきて、子宮経管が熟化してきたところで、何が起きて破水したところで、ああもう36週だからね、もう生まれても大丈夫だよね、ああお産だね、ちょっと早かったねだけの話なんですよね。だけど35週未満の場合に子宮口が急に開いてきたりとか経管が短くなったりっていうのは、これは病的なね、切迫早産、具体的に言うと、重毛膜羊膜炎って言って、子宮内に何かバイ菌が入ってしまって、そのウイルスとか菌が入ってしまうことで卵膜が弱くなって、その弱くなっているところに子宮収縮が来て早産しちゃうっていうような、ちょっとよろしくない、子宮内感染だからバイ菌が入ってるわけだから、赤ちゃんそれ感染したら赤ちゃんも大変でしょ。そういう理由で早産になりうる時期っていうのが35週よりも前の週なわけ。それ起きたら困るから、だから子宮頸管の部分大丈夫かな、36週以降に起きるようなことが35週未満の人に起きてないかなっていうことを確認するために内診があるんです。ってことは、はい、臨月入って内診する意味って何別にいつお産になってももういいじゃないですか。子宮口が何センチ開いてようと、どうなってようと別にいいじゃないですか。言うてるうちに柔らかになってきてお産になるしさってなったら、臨月入って、そんな意味もないのに、医学的なその理由もないのに、適用もないのに、検診のために毎回毎回あんな内診なんか別に気持ちいいもんでもないしね、
どっちかと、もうやめてほしいなっていうようなもんやから、そんな妊婦さんに、苦痛を与える必要ないじゃないですか。その、しなあかん理由もないのに。ということで、多くのサインでは、臨月に入ったら別にもう内診はしませんね。もうお産が本当にもう近づいてきて、40週超えてきて、予定日を超えてきたりとかすると、まだお産にならないね、となってきたら、もしかしたら子宮口が40週超えたらもう柔らかくなってきて、もうお産に進むような状況になってなあかんにもかかわらず、なってへんかったら、それはそれで困るから、予定日超過して、かき産、42週超えたら、胎盤の機能っていうのはだいたい40週間ぐらいでもう、寿命決まってるからね、そこから超えてきたら、だんだん機能が落ちてきて、もう年取ってきて、老衰してくるんですよ、胎盤が。そうすると赤ちゃんに酸素とか栄養が行きにくい状態になって赤ちゃんしんどくなってくるからね。そうなる前に予定日超過しても、まあ41週ぐらいまでなのにやっぱり出したいわけですよ、産婦人科医としては。だからその時にはお産にならないなーってなったら、まあ、硬いんかな、どうなんかな、ちょっと一回内診してみようかっていうことで内診して、でお産を促すために天然の薬とか使わへん状態で、天然の状態で自然にその分娩誘発をかけるっていう意味で卵膜剥離っていうのをやります。赤ちゃんがいる、こう卵膜の中に包まれて赤ちゃんいるね。で、子宮の壁にその卵膜がこうくっついてるんだけど、その子宮の壁と卵膜の間に指グーってこうやって入れて、それをね、ウィーン、ごめんね、ちょっと痛いよ、出血するかもしれないよ、とか言って、ウィーンってそこをこう刺激してね、剥がすんですね。で、その無理やり指で剥がされるから、ちょっと出血、人工的なお印とかが来ることもあるんですけども、その刺激が、引き金になって、子宮頸管の熟化がギュンって進んで、で、その刺激で、陣痛が始まって、お産につながっていくっていう、薬を使っての分娩誘発をする前の段階に、卵膜剥離っていう処置があるんですね。予定日超えてきても、子宮口がどうも硬くて、なんか全然、子宮口、実基礎もないでっていう場合は、多分内診しますで、卵膜剥離という処置をすると思います。そこまでの間は臨月入ってから、だからまあ言うても39週ぐらいまでは内診はしないわ。全く意味がないもん、やったってただ待つだけや。柔らかく不自然になってくるのただ待つだけやから、何もする必要はないんですね。そういう意味で、内診はしないね、これ。うん、だからね、なんとなく臨月とかもう生まれるから内診が必要みたいな頭があるのかもしれへんけど、別にもやもやする必要はないし、無駄な妊婦さんに負担をかけないという、すごく、いい病院なんじゃないかなと思いますね。必要なことしかしませんよという、そういうことやと思います。別にモニターはね、毎回ちゃんとつけてるし、赤ちゃんがまだ元気な状態かどうか、胎盤がまだその赤ちゃんが元気に折れる状態で胎盤の機能がキープできてるかっていうところはモニターでちゃんとチェックしてるから、臨月に必要なのは内診ではなくモニターだからね。こっちが必要だからね。その必要なことはきっちりやってくれてるわけやから、この妊婦健診は別に何にも問題がないと思います。これで正解。はい。なので、もやもやする必要ないですからね。毎週大変やけどね、頑張って行ってきてくださいね。で、今コロナでね、もうお産になっても立ち会いもできひんしね、もう不安な状態でお産にね、あと1ヶ月ぐらいでなると思うんですけど、元気な赤ちゃんを産んでくださいね。はい。12人目妊娠中助産師久子の子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。